どうもこんにちは、プーマです。本日の動画なんですけれども、グレードアップスカウト、こちら引いていきたいと思います。はい、ということで最強決定戦が来週にとうとう迫ってきているわけなんですが、正直ね、今結構やばいかもしれないです。で、先日別の動画で TS 第5弾と、福袋引いてきたんですけれども、まあ、正直福袋の方がね、なかなか引きが悪くて、まあ、森さんとか今井さんとか宮川さん、この辺が当たらなかったんですよね。で、正直最強決定戦に向けては森さんか今井さん、まあ、せめて宮川さん、この辺りはちょっと欲しいなっていうところがあるので、まあ、ちょっとねここ狙って今日もやっていきたいかなと思います。さあ行くぞ。はい、そうしましたらガチャ画面来ましたので、グレードアップスカウト引いていきたいと思います。で、今日の狙いの選手なんですけれども2人です。今井さん、まずは今井さんです。まあ、今回のね、今井さん出てきて9位77ということで、9位 A が称号で狙えます。まあ、もしくはスタミナ、9スタ同値、これも狙えるので、まあ、かなりここは欲しいなというところですね。まあ、個人的には9位 A で狙っていきたいかなというところです。まあ、で、球種も結構良くてですね、縦スラとサークルチェンジが B なので、9位 B になっているので、まあ、超変幻自在にも絡んでこれると。さらに中付きもできるというところで、かなり使い勝手いいので、まあ、ここはちょっと欲しいなというところですね。はい、でもう一人が宮川さんですね。はい、でちょっとね、完全9位型にはなってしまうんですけれども、まあ、A ランク4枚あるので、まあ、トツコーチ使って極めにできるというところがあるので、ここも狙っていきたいなというところです。まあ、ただ宮川さんはね、ちょっと球種のところが、B 球種ないというところがあるんですけど、ただ先発がね限界突破でできるので、まあ、ここも、欲しいなというところではあります。はい、ということなので、早速ねグレードアップスカウト、グレード力から引いていきたいと思います。じゃあ1例目からお願いします。さあ最初は来ないかな。さあ最初はどんなもんか。さあ来ない、引いていきます。はい、平井さん B ランクですね。はい、じゃあグレード2やっていきたいと思います。実はね、グレードアップスカウト引くの初めてなんですよね。まあ、最初のうちはあんまり出ないかなと思ってるので、まあ、確定外から来たらラッキーかなっていうところですね。まあ、まあ、最低 A ランク当たるんで、そこで、なんですかね、ある程度、称号要員の A ランク確保できれば、まあ、最低限かなとは思いますが。はい、じゃあそしたら3連目やってきます。で、ここから自チーム選手確定というところで。まあ、ただ自チーム選手って言っても B ランクですけどね。はい。じゃあお願いします。まあ、S ランク来てくれるといいかな。演出が来ない。しょっぺー。さあ、どうなるか。足光るか光らない。光らない。撃て。撃たない。上がれ。ああ、ダメですね。B ランクっぽいですね。はい、ということで3回目終わりました。はい、もう早いですけど、じゃあグレード4ね、やっていきたいと思います。いや、緊張するな。お願いします。自チーム選手2人ですね。うわ、演出出ない。せめて A ランク欲しいんだけど、 A ランク1人ぐらい出てくれると嬉しいんですけどね。いやー、光らないな。打ってほしいが打たない。飛ばない。はい、ありがとうございます。お、鈴木翔平選手 B ランクですけど2回連続ですね。はい、じゃあそしたらここから A ランク以上確定になってきますので、まあ心してやっていきたいと思います。はい、ということでグレード5お願いします。さあ演出来たか。ですね、さあ足光ってくれ。光らない。しょっぱいな。当たらない。まあさすがに A ランク確定だから飛びはするのね。3、4、5、最後だけですかね。いや、 S ランク来てくれればいいんですけど、まあ A ランク確定というところで、6人目はこの人です。スパンジー、ありがとうございます。まあ、スパンジーは悪くない。
はい、ということで、じゃあグレードを6やっていきたいと思います。8連ですね。で、A ランク以上が2人確定というところで引いていきたいと思います。お願いします。さあ演出来てほしい。いやダメだこりゃマジ、あらら、いやちょっとこないだの福袋から引き悪いな、やばくねえかこれ、当たらないきっついな、笑え笑え、あーランクだけで、お千賀さん、おーいいね千賀さん、これ去年のシリーズ2ですけど、これで極めにできます、嬉しいですね、ありがとうございます。千賀さんの方が嬉しい疑惑あるなこれ。はい、じゃあここから A ランク確定なのかな。はい、じゃあということで7連目がこの人です。お願いします。金子さん、いや金子さんすげえ出る、いらねえんだよな一番。はい、ということでじゃあ8連目ですね、この人です。お願いします。またスパンジー、増田さんとか欲しいんだけど、スパンジーか、いやー、はい、まあでも A ランクなのでね、まあ嬉しいですね。まあ実は千賀さんが一番嬉しい疑惑あります、これは。はい、ありがとうございます。はい、そしたらですね、ここが本当勝負です、勝負どころです。 S ランク選手1人確定というところでグレード7引いていきたいと思います。いやー 50% なんですよね、でも確率緊張する、お願いします。さあ、いやー演出はしょっぱいか、これすごい緊張するな。いやいや演出がクソい当たれ当たれ、あこれやばいかもしれない、いやマジか、いや切ってほしいけどこの演出やばいでしょう。はい、ということで9人目までね B ランクでしたけど、はい、ということで緊張する。10連目この人です、お願いします。うわーいやー野村さんか、正直1周しかするつもりなかったんですけど、さすがにちょっと全く引けないっていうのはさすがにね、あのチーム編成上もあれですし、ちょっと個人的にも悔しいので、ちょっともう一回エナジー補給してきましたということで引いていきたいと思います。頼む当たってくれ、いやもうこれしか引けないんでお願いします。まあもう一回ね、最初から仕切り直しでやってきます、グレード1からお願いします。はい、飛ばします。お、A ランク。おお、山本由伸。おおおおおお、マジか。おお、びっくりですね。調合要員ですね。ありがとうございます。嬉しいです。はい、ということで、グレード2やっていきたいと思います。お願いします。ちょっと飛ばし目に行きましょう。お、演出来た。おおお、 S ランクじゃないか。盛り盛り盛り来い盛り来い。おお、当たれ当たらない、いやー誰だ誰誰誰誰、福田選手、福谷選手、2連目、うわー源田選手かよー、かぶってる、うわーミキサー要因じゃねえか。いやーまあまあまあ S ランク出ないよりはいいんですけど、なんだろう、複雑な感じすごく。はい、まあでも嬉しいですね、ありがとうございます。はい、じゃあグレード3引きたいと思います。お願いします。いやー頼む、来てくれ、いやー来ない、3連目、いやー来ない。はい、いやグレード4も飛ばしていきます、お願いします。いやー来ない、お、えらく、おー吉野部また来た、やば、いやー なんだろう、千賀さんとか山本吉野部さんとか なんだろう、か違う方が引きいいぞ今日。まあまあまあいいや。はい。ということでね、グレード5来ましたので、引いていきたいと思います。いや、こっからが本命なので、お願いします。頼む。さあ、演出は。うわ、来た！
った調子蓄熱号っていいんだよね。あれ待って、俺勘違いしてる。演出が分かってない。あれ S ランク確定ですよね、確か。あれ飛ばない、あれ、ああはい、ということで6年目 G チーム確定、この方です。あ、森友さん、はい、すいません、ハヤトチリでした。ただーす。はい、ということでグレード6やっていきたいと思います。お願いします。あー頼む。引かれ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 引からない。あー当たれ、当たらない。あー割れ割れ。あーはい、飛ばし気味でいきます。お、エナグ浅間さん、ありがとうございます。お、エナグ岩崎さん、ありがとうございます。お、7年目宮川さん、お、これ極めにできる宮川さん、いいね、あざっす、嬉しい。殿崎さん、まあまあ悪くない。はい、ありがとうございます。はい、ということでグレード7来ました。いやー、ここまずいな、本当にここやばい、超緊張する。じゃあ引いていきたいと思います。もうここ今日はここまでしか引けないので、はい、ここでなんとか今井さんか宮川さんどっちか引きたいと思います。じゃあお願いします。 50%、 おお演出よし、銀、いやー銀じゃないか、まあまあでもね確定なんでね。引かれ引かれ引かれ、よーし来た、引かれ、あーくそ2枚引きではないか、当たらない、いい、いやこれ大丈夫か、大丈夫か、これまた信長さんみたいなの来たら泣くぞマジで。おお、いやーなんでまたお前なんだよー。いやー、いやちょっと、愛されすぎだろ源太さんに。マジで言ってる？いやちょっと続きいきます。はい、ということで10年目ね、今井さんか宮川さん来てくれればもう終わりです。お願いします、お願いします、お願いします。